皆さんこんにちは、かよです。はい、じわじわ進んでおります。今回から電飾に移ります。パトランプを作っていきたいと思います。計画としてはこの棒に LED をつけて、でこう差し込む、で、マイコンでくるくる回るような感じで3つつけたランプが交互に光るようにして回転しているように見せるっていうのが最初のプランですさあうまくいくかな今回使う LED は言えてない今回使う LED はこれです。多分横が2ミリと縦が1ミリぐらい、これは中華サイトで買ったやつなので、名前がちゃんとついてるかどうかがわからないです。これは1個前の何かに使ったな、何かに、あ、バットモービルのタンブラーのライトに使ったやつですね。オレンジ色の光。まずこのチップ単体なので、今からこのチップの両端にポリウレタン線をつけていきます。そして通電できるようにします。この作業が一番大変。これがポリウレタン線っていうものなんですけど、エナメル線とは違います。ポリウレタンの被膜がかぶっているので、この線と線が接触してもなんか感電したりとかショートしたりとかはしません。トムテンから毎回ね、ショート戦闘？ね、これショート戦闘？って聞かれるんですけど、これは大丈夫です。こんな風にここに芯を入れて上からかぶせる感じにしようと思うんですけど、ポリウレタン線の穴を開けるの忘れてましたまあ後で開ければいいので、この両サイドにちょっとちっちゃい穴をつけて、これが外径、ポリウレタン線の外径が 0.16 ミリなので、まあ、2ミリぐらいの穴を開ければ十分対応できるかなと思います。チップ LED に導線をつけるときは両面テープを土台にして滑り止めにします。ハンダごてにハンダを少量取ってアノードと仮想度にちょん付けしますこれは完全に失敗これちょんちょんとこそぎ取ってリベンジします。ちょこっとだけポリウレタン線を配置してちょんちょんとハンダを溶かしながら、なんかくっつく奇跡を待つ感じ、奇跡ですアノードと仮想度つきました。忘れないうちにプラスだった方に結び目を作ります。はい、上からボンディをつけて保護します。これで線と LED が外れにくくなるし、まあ、隣同士が万が一くっついてショートすることもなくなるので、ボンディは結構重宝してます。紫外線を一つずつ丁寧に当てて固めていきます。軸への接着もボンディを使っています。この縦に貼るっていうのが結構難しくて何度もやり直しました。でも最終的に軸いらなかったってなるんですけど、まあそれは後々で、いつの間にか軸ないですちょこちょこテストします。まだ軸ありますね。はい、差し込んでみました。配線も穴を開けた部分に通します。中から引き出してチェック、キャップつけても大丈夫みたいです。じゃあマイクロ LED つけていきます。
位置としてはこの辺りの裏側がベストでした。でもこの穴開いているからちょっとここに差し込んでも安定しないので、ここにちょっとプラを置きたいと思います。ちょうどこのランナーの薄くスライスを作って目立たないようにこういう時型はなんか頼りになります。薄くスライス瞬着で一旦ここに置く。こんな感じ。これで安定して置けるはず。あ、びっくりした。ここも配線の弾力が邪魔してすごいつけにくかったんですけど、最初に角度を決めてそこで瞬着しておくで大丈夫でした。今からこの間ショートで上げましたこの加湿器のこの部分の水を入れるケースとこのコードの延長をしていきたいと思います。水を入れるケースはこれを買ってきました。これね、セリアのマヨネーズカップですなんかいろいろ便利なものを売ってますよね。このカップにお水を入れて、そしてあのだいたい吸わせるはずだったこの棒をこう刺して、でここに水が当たる部分を設置して蒸気出すみたいなわかる今の日本語まあ見ててください。プラン A ね、成功するかな。とりあえず最初は3ミリから開けていきます。おお、びっくりした。ちょうどいい。これが8ミリです。ガサガサなんでバリもちゃんと取っておきましょう。まあいいでしょう。はい。このぐらい出してます。これ延長する前に一旦これで成功したのかどうかを確認したいと思います。失敗してたら嫌だから行きます。はい、あ、やったー、いいじゃん。じゃあ配線は同じぐらいの太さでいこうと思います。伸びました。トータルで30センチぐらいになったと思います。これでまあ余裕でどこにでも配置できる感じ。バッチリ